ドジャースが4年ぶりにナリーグ優勝に輝き、大谷翔平選手も念願のワールドシリーズ進出が決まった。日本人野手のレギュラーでワールドシリーズに出場するのは、2003年松井秀喜、ヤンキース、2015年井口忠人、ホワイトソックス、2007年松井和夫、ロッキーズ、2008年岩村明則、レイズ、 2009年松井秀樹、ヤンキース、2014年青木のりちか、ロイヤルズ、に次いで6人目、7度目、となった。このうちワールドシリーズの大舞台で本塁打を放ったのは松井秀樹が2003年マーリンズ相手に1本、MVP となった2009年フィリーズ戦で3本。あとは誰も打っておらず大谷には2人目の期待がかかる。 大谷は今年のオールスター戦でも本塁打を放ち、ポストシーズンに入っても地区シリーズ1本、優勝決定シリーズでも2本打っており、ワールドシリーズもなら、出場すべてのシリーズに打つことになる。米大リーグで地区シリーズが始まった1995年以降、オールスター戦で打ち、ポストシーズンの出場シリーズすべてで打った選手は少ない。 1997年 S アロマー、インディアンス、2002年 B ボンズ、ジャイアンツ、2004年 D オルティス、レッドソックスの3人しかいないだけに、ぜひ達成してほしいところだ。